ここまで2つの準優勝戦予選成績1位、2位が1着そして4位、5位の選手が2着で明日の優勝戦の切符すでにつかんでいます最後の準優勝戦の12レースこのレース1着取りますと3号艇そして2着で6号艇という枠になってきそうです。 ボートピアクレ解説24周年記念 TBS テレビ山口杯争奪戦は準優勝戦最後となりました12レースを迎えていますこの時間帯になりまして風はだいぶ収まってきましたスタートライン上です1コースに入ります1番の村上潤今年ここまで5回の優勝があります村上来年のクラシックへ向けての勝負がけあと1つが欲しいところ1番村上の因ン 2コースが2番の柳生退治地元2人目のファイナルなるかというところそして3コースには3番の堀本裕也4コース角市4番田中和也昨日の進出戦は3コースからの3着今日の前半5コースからの2着がついていますセンター勢です56コースの2人は前半戦ともに逃げての勝利でした5コース5番の川下浩二6コース6番の栗山茂弘です進入はインコースから 1>, 1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしましたスロー勢、コース,スタートを切りました内側3人ほぼ揃いました。 1>, 1番の村上が逃げ展開2コースの2番の柳生は差しに構えるまくってく3番、堀本届きませんさあ、逃げる1番の村上内を突いて2番の堀本差を詰めているその差が中間地点では一て審査ここは1番村上が逃げる直線突き放すスタートは前提、正常一方2番の柳生の内からは5番の川島上がってきまして2幕ここでは外を大きく回って2番の柳生が振り切っています 2番手、2番の柳生しかし先頭とは一気に差が開きました一方3番手は3番堀本が差してきまして5番の川下をかわしていきます一定ンほどここで3番の堀本がリードしかしこの内側狙っていくのは4番の田中一クを回って3番の堀本のリードは一定審さあ、内をついてきた5番の川下へさきがかかりかけています3番手争いもずれてきました さらに後ろから内側を狙って4番の田中も続く2周2マークの旋回ですさあ内側やってきた4番の田中の突進気味ですがこれは5番の川下をかわす外を回った3番堀本は届きませんここで4番手3番手は5番の川下が2手、真半リード上位3手は1番、2番、5番で最後の1マークです。 3番手、5番の川下の内側狙ってさあアタック気味に3番の堀本しかし5番の川下が外を回ってかわすしかしまだそれでも内から追い詰めて3番の堀本さあここでは完全にへさきかかりかけましたがちょっとバランス崩した3番の堀本再び5番の川下がいって進歩どリード3連単125は11.3倍123は5.3倍最終ターンマーク先に待った3番堀本さし返した5番川下これが届く最後3番手接戦先頭1番、村上五輪。 2番、柳生、五輪5番、3番、3番、5番接戦で五輪4番、田中合、五輪6番、栗山、五輪。